はい、じゃあよろしくお願いします。まず自己紹介なんですけど、大中隆文と言います。ここの会場でもある株式会社ドリコムで2006年12月入社で、なんと12年目という長い間います。でレールズエンジニア歴は8年ぐらいですね。レールズ 3.0 のあたりから使ってます。で過去のレールズデベロッパーズミートアップだと、ナンバー2とあと2017の時に発表させていただきました。で今回3回目です。で今日の話なんですけど、社内ツール作成サークルの活動記録ということで、まあ、こんな4つのアジェンダで、社内ツール作成サークルイズ何っていうのと、あと社内ツール何がいいのかと、ツールを社内に広げるために考えたこととか、あと作り続けるために考えたこととかを話していきます。でまず社内ツール作成サークルイズ何っていう話なんですけど、2013年4月にですね、ドリコム社が、サークルっていう福利厚生を始めまして、正社員が4人以上参加していると、その人数に合わせてサークル活動費が出るっていう。でそれまでもなんか社内ツールってポコポコ作ってやきていたんですけど、サークルにしてしまえば飲み代が出るぞっていうことで一緒にやりたい人いませんかって言ったら、20人ぐらい集まりまして、でそこで、今日の、スモーサー LT でも発表したスエちゃんを、サークルキャプテンとして、サークルが始まりました。で作ってきた社内ツールを、まあ、いくつか紹介します。多分8割ぐらいレールツールだと思います。で一つが今日の LT でもあったチャットワークメンションタスクで、チャットワークってなんかメンションがを後から遡る機能がないので、それを遡れるようにアプリ化したっていうやつですね。これは勤怠の自動打刻ツールで、まあ勤怠管理システム大体 API ないの で会社に出社してパソコン開いたら勝手に勤怠押しておいてもらいたいじゃないですかっていうのを、なんかうまいことスクレーピングして叩くマンです。で続いてダテンドって言って、まあ社内アテンドですね。アテンドっていうリクルートさんの、コンパスとかドアキーパーみたいなやつだったんで、それの、コピーを作りました。でダテブっていう社内ハテブを作りました。あ、まあ大体こういう風に D がついてますね。でディータっていう社内ディータを作りました。でシェアドクっていう社内シェアドシェアを作りました。あ、これドライドシェアとかになってないのは、あまりに D が多すぎてアドレスバーでの保管が効かなくなったんです。でマイプロフィールっていう自己紹介ポータルを作りました。これは、社内の人事システムとも連携していてですね、なんか新しい入社の人が入ると、こういうふうに一覧に並ぶし、なんかその人のメタデータとか、自分の写真上げたりとか、あと、まあ、他人にタグつけたりとか、であと、まあ、自分のプロフィールをマークダウンでいっぱいかけたりとかしてます。で他にジェミコムっていう社内ジェムナジウムがありまして、その自分のプロダクトがどれぐらい最新ジェム率になっているかっていうのが分かります。でこれは他の、プロダクトもまあ一覧表示されてるんで、うまいことランキングになって、あのプロダクトより最新率負けてるぞっていうのが分かったりします。で他、まあ、チャットワークで僕ら生活しているの で当時 Webhook がなかったので、雑に HTTP で叩くとチャットワークに通知するマンっていうのを作りました。でこれはまあ API キーの管理もやってくれる性善説設計になってまして、このボットの ID でこの部屋に叩くって言ったら勝手にポストされます。他に口コミ監視ツールっていうのも作って、これは2チャンネルとかツイッターの特定キーワードをひたすらこうゴニョゴニョしてますね。まあ、僕らはゲーム、スマホゲームをリリースしているので、よくこういうのを見張ってる必要があります。バグとかはいち早く見つかりますね。で他 X ランチって言ってシャッフルランチ用のシャッフルツールですね。これ1プロダクトがだいたい30人オーバーなので、定期的にシャッフルランチを開催してるんですよ。でその時に、どういう組み合わせでやるかみたいなのを毎回やってるのがちょっと見るに耐えられなかったので、作りました。で前回の組み合わせが見られたりとか、直前にこう欠席にすいません今回行けませんとか、あと2人になっちゃったんでどっか合流したいですみたいな、なんかそういうのを柔軟に扱えるようなツールになってます。で他 RSS 通知シートとして、スプレッドシートに RSS の URL とあとチャットの部屋を書いておいたら、さっきの雑ポストを使って新着通知を飛ばしてくれるワンっていうのがあります。他プレイスホールドは、プレイスホールドイットって、ご存知ですか。なんか URL を入れると画像になるやつなんですけど、めちゃめちゃ表現が悪いな。もっと。この
その URL が、URL に 350×150 っていうふうに入れとくと、そのまま 350×150 のピング画像が返ってきます。で、何かテキストを入れておいたら、そのテキストがこの数字の文字が書かれている部分に出るみたいなので、まあ、デザインやるときにあると便利かなっていうやつですね。で、他いくつか、まあ、死んだんですけど、まあ、作ったのはあって社内調整さんを作ったりとかちょっとね、調整さんが便利になりすぎて別に社内に閉じる必要なかったんでなくなりましたとかは、ゲームの企画出すときにプライチ企画をバンバン出していたんで、それをみんなでファミ通クロスレビュー形式で一言コメントがつけられるやつとかあと誕生日を登録しておくと毎日それっぽい占いとか今日のお言葉とかが、見られるやつとかも作りました。これは、作った人がみんなの誕生日をすごい知りたがってですね占いっていう形だとうまいことを集められるというのに気がついて作りましたというわけで、まあ、いくつか例外あるんですけど、あまり業務クリティカルな領域ではないものを主に扱っているサークルです。で、本気の社内ツールの話は今年のデブサミでヤフーさんがすごいいい話をしてたんで、こっちを参考にしてください。こっちはちゃんと上司の方が作ってる社員ツールの話でした。で、まあ、使ったジェムとかライブラリの話もちらっとしますと、まあ、近代自動ドアコックツールはメカナイズ使ってスクレーピングしてますよ。で、メカナイズ自体を知らなくても、スクレーピングというジャンルを知らなくても、まあ、ウェブだったら ACP 叩けば作れるよねみたいなことは、知っておいたら今後楽かなと思います。プレスホールドイットは R マジック使って任意のサイズとか色の画像の生成して、で、画像に文字を載せたりとかもしてます。で、あと毎回生成してると思うのでキャッシュとかですね。で、雑ポストは、まあ、API トークンを Redis で保存して、チャットワーク通知にチャットワークっていうジェムを使ったりしてます。で、RSS 通知は、この雑ポストにすごく依存していて、そのまま、CURL で叩いてるだけです。で、あとは JSON パーサーとか RSS パーサーとかですね。で、DITA は、まあ、いろいろあってですねマークダウンにクラムダウン使っていて、で、絵文字は、G 文字で、シンタクスハイライトにロジ使ってます。で、まあ、KITA なんで、差分表示が、前回との差分表示ができて、それは Diffie 使って出してますとか、あと全文検索はちょっと手抜きしてランサックですね。で、ホッテントリは、Redis 使って集めていて、今週にいいねがあったとか、先週にいいねがあったとか、そういうふうの週ごとに集計していて、うまいことをボフィンというジェムで、まとめて出してます。で、認証オムニオースで API、 なぜかグラフ QL の API が入ってますで、他にマイプロフィール2はこれ認証、さっきオムニオースだけど、こっちはデバイスですね。で、人事データベースと連携しているので組織のツリー表示が必要で、アンセストリーを使ってます。他に、まあ、マークダウンはこっちはなぜかレッドカーペットですね。で、エディターにコードミラー使ったりとか、あと他人にタグ付けできるのはジョーカーさんのシンプルターカブルを使ったりとか、あとタグ付けるときに既存のタグとうまくマージしたいのでサジェストできるようにっていうのでタイプアヘッド JS 使って、あと画像アップロードするあたりはキャリアウェーブだし、その画像をうまいことギャラリー表示するのにフォトスワイプっていうのを使ってますっていうふうにですね。これはまあ僕の持論なんですけど、まあ Rails ってすごいじゃないですか。なんか一瞬でサービスが作れちゃうっていうので、こうデバイスとかペーパークリップとか入れたらブログできるし、レッドカーペットと JMD 入れたらマークダウンで絵文字まで入っちゃうというので、めちゃめちゃ、プロトタイプ作るの超簡単っていうのがやっぱりスタートラインで、ね、僕の興味がテクノロジーとかテクニックで何らかの問題を解決することにすごく寄ってるので、なんか新しいジェムを見たら、あ、これでこんなサービス作れるんじゃないのって思う感じですね。で、個人サービスを作るのと OSS のイシューを解決するのとだと、つい個人サービスを作る方に寄っちゃってまして、なのであんまりこう OSS のイシューを見て解決するみたいなことはしてないです。ただ自分とか周りの人が出会った問題を解決するのは好きですね。はい。で、社内ツールは何がいいのかっていうので、まあ、当然餌があるのになんでお前自分たちでディータ作ってんだよみたいな話になるじゃないですかで、なぜ内製するのかですけど、まあ、目の前を具体的な問題をいい感じに解決したいから、はい、で、組織に最適なコミュニケーションは絶対に、他のプロダクトとは一致しないからっていうのと、あと素振りの題材としてちょうどいいからっていうのがあります。はい、目の前の具体的な問題解決したいっていうのは、まあ、ウェブエンジニアっていうのは問題解決が大体趣味なんですね。これ、まあ、アンケート取ったらだいぶみんな問題解決好きだっていうん で、解決すべき問題があって解決できる方法が思いついちゃってたら、まあ、やるしかないじゃないですか
でそういうことをやってると、ミニマムバイラブプロダクトからすぐにこうプロブレムソリューションフィットにまで移れるんですね。っていうのでお金を払ったでも使いたいユーザーがいる状態っていうのが社内ツールだともう目の前に問題があるのですぐに至れるぞという感じです。で最適なソリューションを自社で作りたいっていうのは、まあ、あえて外部システムに自社プロセスを合わせないっていう選択ですね。でこれは、プロセスの見直しをせずに、現状のプロセスに合わせて個別にカスタマイズして作れるのですぐに導入できるっていう利点があります。で、自社での問題点のみを解決しているのでプロダクトとしても小さくなって回収しやすい、すごい使いやすいプロダクトになりますね。で素振りの側面は、まあ、技術者のプライドとして絶対こうこんなことをあろうかとっていう言葉を言いたいんですよでそれを用意し続けたいので、使ったことのないジェムとか使ったことのないインフラライブラリが存在しない状態まで自らを高め続けたいと思ってます。知りたがりなので。で社内ツールだとこの素振りが非常にうまく働いてですね、技術を試す場としてちょうどいいとか、ユーザーとの距離感がちょうどいいとか、あとサービス名としてちょうどいいっていうのがあります。で技術を試す場としてちょうどいいっていうのはすごい前提を絞った状態で始められるので、Chrome だけ対応とか SSL だけ対応とかそういうのが普通にできますとなので Web プッシュを試したりっていうのも簡単にできます。であとユーザー数が限られつつもいないわけじゃない、それなりにいるので、あうちの場合は今正社員で350人くらいいるので使ってリリースすると最低100人使ってくれるみたいな感じになってますね。でユーザーとの距離感っていうのは、まあ、社員っていうくくりで、絞られているので直接会話したことのある相手が運営者だから、知り合いの作ったツールなら試しに使ってみようかなっていう気持ちになってもらいやすい。で逆に、会話したことのある相手が、ユーザーさんなので、知り合いが使ってるんだったらこういう機能入れてあげると喜ぶんじゃないかっていうふうに顔を思い浮かべて作ることができる、ペルソナがいらないですねっていうので、サービス名としてはすごい使いやすいサイズのプロダクトで使いやすい問題のプロダクトなので、毎日使ってくれるユーザーがすぐについて、で面白全部の機能変更をしても良い緩さがあって、改善に対する喜びの声っていうのを直接聞けたりします。こうやっているとエイプリルフールになぜか謎の機能が入っていたりとかしてますね、こういうのって個人開発と似たメリットがあると思っていて、ある中村君がこの間じゃないな、Rails DM で以前発表した個人開発のやっていき方っていうスライドとよく似てるなと思いました。個人開発で世の中にサービスを出すのと、あと社内ツールとして社内にサービスを出すのとだと、まあ、この辺が違うかなと思っていまして、開発者と対象ユーザーとの距離感が、まあ、毎日接している相手なのでより身近になるぞと。であとツールって大体必要だから本当にその目の前の問題を解決するために作っているので、問題がある限りにおいて需要があるっていうのがすごいラッキーです。あと予算が会社から提供されるっていうのがでかくてですね、得たりづらいですね。で、まあ、目の前に問題があって目の前に機材があったら人って勝手に何かを作り始めるものなので、こういう機材提供というのも、社としてそういう文化がありました。で古くは2005年ぐらいから、なんか好きに何でも立てていいよっていうアルファサーバーって呼ばれてるですね、データセンター内に多分 1U のサーバーをハウジングしていたと思うんですけど、っていうのがあって、まあ、誰でもログインしてアパッチのバーチャルホスト切って何か立てていいよみたいなのがありました。この頃はちょっと僕も入社前なので詳細は分かりません。2007年ぐらいは、余ってるサーバーくださいって言ったらもらえるような感じでしたね。でこの頃はまだクラウドがなかった頃なので、まあサーバーは自分たちで買うものとかだったから余ってるサーバーっていうのがあったんですね。で他、まあデータセンターじゃなくてなぜか自席のデスクトップマシンとかちょっと退化してるんですけど、でそこでこうウィキで宣言したら勝手に固定 IP もらっていってもいいよみたいなそういう文化があったので、固定 IP に勝手にして、で社内 DNS は当然変更し放題なので、社内 DNS にドメイン入れたら、社内だけ見られる状態が作れるみたいな感じでした。で2010年ぐらいだと、全による仮想化とかをどんどん行っていったので、まあ、余ってる限りは立て放題だよっていうのが当然ありますね。で2013年にはオープンスタックを導入してさらに立て放題になりました。特に依頼をしなくても、ポチポチっとやったら10秒後にはなぜかサーバーが立ち上がるっていう、今のクラウドと同じやつですね。プライベートクラウドです。
で2016年ぐらいからようやくこう、社としてのテクノロジー全体枠で AWS 予算が出るようになったんですけど、その前にオープンスタックっていうね、無償で自由な環境を先に手に入れちゃったんで、あんまりみんな移動してくれなくてですね、そのまま無償で、頑張って使い続けてるみたいな感じがあります。せっかく AWS フルマネージなんだ、からそっちを使った方がいいなとは思ってますね。はい。で社内ツール独特の問題として、結構システム間連携が多いっていう問題がありまして、少なくともシングルサインオンが必要になるんですね。まあこれがないとみんな使ってくれないんで、でそのために、OAuth のプロキシーを入れて、NGX の段階で、ログインできるようにするとか、あとはまあ全て LDAP のアカウントでログインできるようにしておくとか、なんかそういうことをやってます。あと、まあ、ウェブ系の会社はみんな ID とかニックネームで呼んでると思うんですけど、人事データベースには当然ニックネームってないので毎回こうニックネームをシステムごとに入力してもらうって無駄だから、どうにかしてプロフィール系の社内ツールと連携したいなみたいな思いがあったりします。というわけでちょっとだけこうマイクロサービスチックな感じになりますよね。はい、はい、そんな感じで作った社内ツールを、社内に広げるときに考えるやつですね。アーリーアダプター気質を持った人っていうのは少々難があっても使ってくれるので、それより先の、あんまり使ってくれない人にまでどうやったらリーチさせるのかっていうのを考えています。で大きくこの4つだと思ってまして、まず見た目を整えて、でコンテンツを確保して、で動作不良には最優先で対応する、でそして変化があることっていうのを見せるっていうのを、意識してやってます。見た目を整えるっていうのは、まあ、せめてブートストラップは入れようっていうデザインのところですね。で、ドメインっていうのは面白サービス名を考えて、社内 DNS に登録しておく。IP 直知だとやっぱりみんなアクセスしてくれないんで。で、チュートリアルを用意して、どんな使い方をするものなのかっていうのを一番トップで分かりやすく見せておく。コンテンツを確保するっていうのは、ツール系の社内ツールだったら本当に使ってもらうだけなんですけど、UGC 系、D とかまさにそうですね。まあ、コンテンツ量がサービスの魅力に直結するので、根回しを大事にしてまして、コンテンツをよく提供してくれそうな人に、なんか作ったんであげてよって言っておいたりとか、しばらくあげてたのに急にあげてくれなくなった人に対してなんであげなくなったのみたいなのをヒアリングにいたりとかしてますで他動作不良に最優先で対応するっていうのは、これユーザーさんがエラーを見て絶望すると貴重なファンが減ってしまうので、エラー検知を入れておいたらこう毎日のアクセスユーザーで DAU を下げられるか、あ下げずに下げ止められるかなと思ってます。で運営チャットを用意して、今そのエラー対応中ですみたいなことを伝えるとかのユーザーとの距離感というのを大事にしています。で他は変化があることを見せるっていうので、チェンジログとか新着通知を入れてます。でチェンジログは、死んでないサービスであることのアピールのために やり続けなきゃいけないと思っていて、なので何を目玉アップデートにするかっていうのを決めるのがプロダクトオーナーの仕事なので、それを考えつつ何か更新し続けるっていうのをやってます。でまあ、RubyGems のジェムとかにもチェンジログドットマークダウン当然置くと思うんですけど、同じことをプロダクトにも当然やっていきましょうと思っていて、でリポジトリにチェンジログドットマークダウンあるんだったらそのままユーザーにも見せちゃっていいんじゃないかと、社内ツールなので技術的な話がチェンジログに含まれていても許されると思ってますね。で他新着通知は、新しいコンテンツが増え続けているサービスであることをユーザーさんにアピールするためにやってます。でプッシュ型通知でやることでユーザーがアクセスするきっかけになります。毎朝、会社に来たらとりあえずログインして新着あるかないか見てくれるユーザーっていうのは20分の1ぐらいしかいなくて、あでもそれぐらいいるんですけど、そうじゃなくて新着でプッシュ通知とかなんかチャットに URL を流すと、それだけで100人ぐらい来てくれたりするので、そういうふうにアクセスするきっかけにしてます。あとサービスがそもそも存在するよっていうのを伝える術でもあると思っていて、通知がなかったらリリースした時に会社にいてリリース報告をした人しか来てくれないんですよね。なので新しく会社にジョインしてくれた人がそんなのあったんだとか言われるんで、それより前にこっちから通知を出して知らせていくっていうのを考えています。でこれスラックだったら URL を投げるだけでうまいこと展開してくれるんですけどチャット枠なんでちょっと頑張ってますね。あこれは、エサ社の焼き鳥ですでこれは、見る人に優しい定期通知っていうのが大事で、新着があった瞬間にそれを流すだけじゃなくって定期的に、ランキングではないんですけど今熱いやつはこれだよみたいなのを流しておくと、見る人が取捨選択をしなくていいので頭空っぽにして見ることができて楽だなと思ってます。で、社内ツールを作り続ける
とか運用し続けるときに結構問題があってですね、よしよししないとすねる問題とか運営者不在問題とかあるんですね。でそれを解決する式年遷宮っていうプラクティスがあるのでちょっと紹介します。でよしよししないとすねるっていうのは、まあ、PP ワークスさんのブログですね。でウェブサービスは、自分がユーザーとして使ったり常に最新のジェムを使ったりログ眺めたり、Google アナリティクスを見たり褒めたりしないとすねるという表現をされてました。でこれすごい大事なのはリリースした後にもう自分がリリースしたからって言って一言にせずにちゃんと運用することだと思ってるんですけど、社内ツールだと、まあ、顔が見える人が相手のプロダクターなのでそうひどくはなんないんですけど、社内ツール作るときに隣の人の作業環境を眺めていて、あこれクソ無駄なことをやってるな自動化してあげようみたいな気持ちで作ると作って渡してそれっきりになったりとかするので、そういう時は、だいぶ危険を伴って、よしよししないサービスになっちゃうっていうことがあります。でそういう風になったりとか、あと作った人が辞めるとかいう時にこの4つをうまいことを確保しておくのが大事だなと思ってますね。主管部署とあとプロダクトオーナーで開発する人と運用する人です。で主管部署っていうのは、この部署でメンテしているよっていうのを周知しておくことで質問の窓口になります。で、ツールって、まあ、問題が起きている限りは使われ続けるんですけど、問題なくなると徐々に使われなくなっていくじゃないですか。その時に閉じる判断をできる人っていうのはやっぱり作っておかなきゃいけないと思ってるので、どこの主管かっていうのは決めてます。でこれは人ごとになってしまってよしよししなくなったサービスを最終的に見取る仕組みとしてすごい大事だなと思ってます。プロダクトオーナーは、まあ、大体作った人なんですけど、作った人がモチベーションを失った後にそのままメンテし続けてるとやっぱり人ごとになってしまうので、問題を抱えている人に、渡すっていうことをやってます。でこれは、社内で、プロダクトを移った時に前のプロダクトに残していた人に渡すとかそういう感じですね。他開発要員としてはプロダクトオーナーというか、まあ、作った人が業務でパツってる時に、ツールでバグがあったりするとそのメンテができない。でバグがあるのを使い続けるっていうのは無理なのでどうにかして、殺さないようにしたいから、誰もがアクセスできるソースコードとかイシュートラッカーを用意しておいて、でここでバグがあったからなんか助けてみたいなことを他のエンジニアに、スルーできるようにしてます。で運用要員っていうのは実は自動化が行き届いてなくて運用している時に手作業が発生しているプロダクトとかがありまして、でそういう時に燃え尽きる問題を解決するために決めてます。これは、マイプロフィールがそうなんですけど、一番最初は、社員の、画像をアップロードするのがなぜか手作業だったんですね。入社するたびに人力で運営者がいなかったので開発者がやり続けてました。あ、まあ僕なんですけどちょっと勤勉な無能なので。でこれを社としての業務に仕立てて、総務の人とか人事の人とかに、これは定常業務なのでお願いしますみたいなことを助けてもらってます。で式年遷宮っていう話なんですけど、最近だとピクシブさんが、社内のデプロイツールを式年遷宮したぞっていう話をしてまして、式年遷宮っていうのは、アーキテクチャは全体的に陳腐化していくっていう前提のもとで、最初からリプレースを視野に入れておく手法です。で最新技術で作り直すことによって、よしよししやすくなります。これは、なんか今更レイルズさんのプロダクトとか絶対触りたくないじゃないですかなんですけど、最新になっていたら、まあ、メンテができるっていうのでメンテナが復活したりとか、あと、他人が作ったサービスを同じサービスなんだけど俺ならもっとうまく作れるみたいなので他のメンテナー、他の人が作り直してでメンテナが交代できたりとかします。で式年遷宮することによってより良いアーキテクチャに生まれ変わります。でこれはその数年運用している中で何か技術革新があったらそれを後からグッと取り入れることができるとか、あと一度作って運営してで問題をより抽象的に理解しているから作り直しやすいっていうのがありますね。でこの時に技術的なチャレンジっていうのをもう問題が分かっている領域なので自然にこれを入れたらもっとうまくいくんじゃないかっていう仮説が立てられるからチャレンジが自然に盛り込めるっていういいことがあります。で式年遷宮ってちょっと名前が悪いと僕は思っていてですね、最新技術で作り直すってそれ式年遷宮ちゃうやんみたいな式年遷宮ってこう平安時代からずっと同じ仕組みでやり続けてるっていうのに意味があるのかなと思ってたんだけど、みたいなね。で、ケンジおじさんっていう人がディスポーザル長屋っていういいことを言ってまして、長屋って燃えると周辺含めて
とりあえず壊すんですよね炎症しないようにで壊して立て直すっていうのがあってディスポーザブルなるほどみたいなみたいなまあちょっとそういう新しい波を考え続けていけないなと思ってます。で式年遷宮いいんですけど、そもそも真面目に運用してアップデートし続けていられる方がより素晴らしいんですよね。なのでこれはまあ最後の手段というかエイヤでやっちゃいましょう。で壊れていてもまあ作り直して引き続き使っていこうみたいな話です。でまとめなんですけど、社内ツールっていうのは、素振りの役目を果たします。残り5分です。で、解決すべき問題が目前にあって、ミニマムバリアブルプランから、プロブレムソリューションフィットまでっていうのを体験しやすいです。で、勝手に作ってもいい文化っていうのを維持してないとどん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 作る文化っていうのが廃れていくので、勝手に作ってもいいよっていうのをはこうなんだろうな伝え続ける必要があります。やっぱり大きくなるとどんどん硬くなっていくんで、謝罪するあれなんとかするより謝罪せよみたいなのありますよね。あ、許可を得るより謝罪せよか、うん、みたいなそういう意識でやっていきましょう。で使い続けてもらう工夫を入れつつ運用するっていうのは、社内ツールであろうと大事だよっていうのと、あとよしよしできなくなった問題に関しては、式年遷宮っていう解決法があるっていうふうに考えてます。というわけで、発表以上です。ご清聴ありがとうございました。